はいどうも、チャンネル変わらんど川本文明です。今日はですね、こちらケンエレファントさんから発売されてるインテリアフィギュアかき氷ミニチュアコレクションをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあというわけで今日はですね、あのケンエレファントさんから発売されてるインテリアフィギュアかき氷ミニチュアコレクションをやってまいりました。いやーもうね、ケンエレファントさんはすごいんですよ。まず超リアル、すごい出来がめちゃくちゃすごい、エモい、懐かしい、昭和のあの古き良きかき氷機をですね忠実に再現、なんでこんなにリアルで忠実に再現されているかと言いますと、これはですね、メーカーさんからですね、もう各メーカーですよ、各メーカーさんからライセンスの使用承諾を得て作ってるんですよ。しかもこれ出来良すぎて再販でございます。今回再販でございます。めちゃくちゃもうエモーショナルな、もうすごいですよこれは。僕なんかはもう昭和の人間ですから、そのねかき氷機見たら、うわーこれ駄菓子屋にあったなーとか思うんですよ。でさらにね、もう一個種類、いろんな種類が出てるんですけども、その中でもね、うわこれこれこれみたいな、まあこれは後でねラインナップで紹介しますんで、ぜひ見てみてください。それでは行きましょう、ラインナップ。さあまずはこちら、池永鉄工株式会社小さな南極プラス株式会社明治屋マイシロップいちご、はい、言えましたね。はい、これは懐かしい。これねよく見た俺、今あるのかな、今でも売ってるみたいですけどね。はい、これは懐かしい、しびれるよな。はい、そしてね、あの明治屋さんのマイシロップ知ってます？マイシロップね、ご家庭でもね、なんか昔って家庭でこうかき氷機を買ってガリガリね、普通の氷をこう削ってですね、そのマイシロップをね買ってきてですね、そこにかけてミルクかけて練乳かけてみたりとかしてね、かき氷ってよくやったんですよ昔。今どうなんですかね、家庭でやってるんでしょうか。え、そんな中ですね、この懐かしいこの小さな南極っていうんですねこれ。はい、もう欲しいですこれ絶対。さあ続きましてこちら、池永鉄工株式会社ブラックスワンプラスマイシロップみぞれ、いやブラックスワンっていうんだ、これもなんか見覚えあるな。なんか昔ね駄菓子屋でもんじゃとか焼けたんですよ。もんじゃちっちゃな鉄板を囲んで、小学生とかね、そういう中学生とかね、その駄菓子屋に集まってね、もう10円からあるんですよもんじゃが。こう10円はもうほんのちっちゃな頭ひとすくいのやつをねコップに入れてくれて、それを自分で焼けるんですよ、小さな剥がしでもんじゃをね。そういうもんじゃ屋、駄菓子屋ともんじゃ屋さんが一緒になって子供たちがそこで食べれるっていうねのが、もう昭和、もうこの下町浅草なんですけど、僕浅草とかにあったんですよ。そこでかき氷もって、そういうところにねこのブラックスワン置いてありましたね。懐かしい、いやもうぜひとも欲しいです。さあ続きましてこちら、株式会社同志社電動本格ふわふわかき氷機プラスマイシロップ宇治、いやこれは見ました、これはよく見ましたよ僕、お店にありましたもんこれ、あの電動のね、うわ懐かしい。これ名前がね本格ふわふわかき氷機だったって知らなかった。いやこれ夏、これ欲しいな。いや細けえな仕事これ、すげえなこれ、写真だけで伝わってくるもすごさが、はい楽しみです。さあ続きましてこちら、タイガー魔法瓶株式会社タイガー氷削り機オレンジブルーイエロー、出ました3色、3個あるんだ、じゃあもう実質4種類じゃなくて6種類じゃないですか。そして前シロップがですね、レモン、メロン、ブルー、この3色でございます。いやこれすごいな、3色あんのか、じゃあもう3種類じゃないですかこれ。懐かしい、これは知ってる、見たことある、見たことある、これ回して削ると目が動く、これねもうね売ってないんですって。で昔再販したんですって、あまりにも欲しいって言うんでね、そしたらねこれあっという間に売り切れ、もう今ではもう幻のね氷削り機、再販したらすぐ売れると思いますよ。これは欲しいですね、
これどの家庭にでも一台あったような気がしますよ。これぐらい大ヒットの商品だと思います。懐かしい。はい、さあ以上の全4種類、まあ実質6種類なのかな、全4種類を今回はですね2回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目ばかり、このように折れていまして、この表紙とこの裏表紙になってまして、これはですねなんとこれ本のように見開きになってますね。ほらこう本のようにすごくないですか。でこれはこういう風に開いて全部4種類。いや印刷も綺麗ですごいですよ。説明もしっかり書いてあります。はい、1本目は池永鉄鋼株式会社ブラックスワン。いやよくできてる、これはよくできてますよ。見てくださいこれ、ここところが折れてました。いや残念、折れてた。これまああのボンドでつけますけどね、これでねちゃんとね上にこう棒がねこう上がるんですよ。ほら氷をこう挟むようになってて、で氷をこうで回して、このレバーでこのこうやって回してくるくる回すと氷がこう削れていくと、でここから出てくると。はい、これよくできてる。ほらすごいよこれ、ブラックスワンよくできてるわ。マイシロップみぞれ、このように入ってます。はい、こちらね株式会社明治屋さんのマイシロップみぞれでございます。すごいよほら、わかる、これみぞれ、みぞれって書いてありますね、見えます、みぞれ。いやーこれ細かいな、ここのラベル見て、ラベルこれ字書いてあるのかな、これ細かい字が書いてあるんだけど読めないよ、これ書いてあるのかな、細かいわ、ラベルが細かい。これ見て、これこれなんだろうと思ったの、これね氷、これやっぱ氷ここに挟めるんだよ、ここに氷をこうやって挟むんだよ多分、ほらほら氷が挟まる、すげえ細かい、いいなこれ。もうこれ後でねちゃんと修正してつけますからね僕。いや氷がこうやって挟まるんだ、ほらすげえ氷がついてましたよ、クリアパーツで。それもついてるんですよ、ほら細かいよ、小さい、さらに、ね、このちっちゃいスプーンもついてるんですよ。だからこうねスプーンをこう飾れるわけですね。でこれみぞれ、これ取れるようになってますんで、このこの器も細かいですよ、これ細かいクリアパーツで。でこちらね細かいですよね、みぞれのねところにみかんもちゃんとついてます。でここに乗っけるとこのようにかき氷、スプーンがちっちゃいんだこれ、ほらスプーンが、スプーンがちっちゃいよー、すげーよくできてる。さあこんな感じでディスプレイできますんでね、皆さんもぜひねやってみてください、すっげー細かい、よくできてますよ。はい、続きまして2本目パカリ、池永鉄鋼株式会社小さな南極。うわーすげーよくできてるわ、これすごいよ、この細かさ、色のつき方、塗り素晴らしい、造形はもちろん、これもうメーカーからね使用承諾得てるんでね、本物のやつを全部細かく細かく作ってあるという。これ、あ、ここ取れてないですね。ここいいですね。よくできて。これめちゃくちゃいいよ。これは上がるのかな、上に。あ、ほらほら、こうやって上がるんですよ。ね、上がる。で、ここに氷を挟むんですね。はい。この裏側もほら、氷が出るところちゃんと再現されてます、細かく。いやー、よくできてるわ。ほら、このハンドル。これは、これ回らないですね。なんでこれ固定式なんで、皆さん、可動式ではないんで、皆さん、ご注意ください。明治屋さんのマイシロップいちご、これが定番いちご、見てこの液体が入ってるようなこの色のつき方とこのラベルの細かさ、いちごマイシロップいちごはいいな。ブラックスワンの方についてなかったんですけど、お皿ついてますねこっち、このこれがまたなんかいいよね、本物だよね、本物っておかしいけどすごい細かい、ほらこのこのお皿ついてるとめちゃくちゃ細かくていいよね。うわすげー、食べてかき氷作って、これはいいな。でいよいよこのね氷をですねここに
わ、これ難しい。また壊れないだろうな。はい、氷を挟みました。うわいいね、氷がついてるのいいよね。氷がこう挟まってリアル、めちゃくちゃリアル、よくできてるわ。この氷のこの横のところ、質感とかもめちゃくちゃいいんですよ。やばい、これすごいよ。これこちらね、はい、ミニチュアのこのかき氷もしっかりついてます。どう見せればいい、これ。はい、ミニチュアのかき氷しっかりついてます。こちらもクリアのパーツで、こう氷の部分が透明で、上にこうシロップはしっかりかかる。でこのまたお皿がね透明で、すげえいいでしょこれ。この上にこう乗せるとかき氷、それでもちろんこちらのスプーン、細けー、ちっちゃえなこのスプーン、なくすわ。これめちゃくちゃよくできてるでしょ。いや、よくできてる。ミニチュア完璧ですね。これは飾っ、ちょっとしたところに飾ったらうわーってなるもんな。これいいよな、トイレとかね飾っといたらいいよ、棚とか何でも。ただこう飾ってあるだけでもすげーってなるもんな、これは。はい、よくできてますよ。さあ、というわけで今回はケンエレファントさんから発売されているかき氷ミニチュアコレクションをやってまいりました。いや見てこの作り、めちゃくちゃいい、よくできてますよ。まああと2種類見れなかったんですけどもね、めちゃくちゃよくできてますんで、ぜひやってみてください。でもうエモい感じね、このエモい感じ伝えたい。さあ、この動画少しでも良かったなと思っていただいた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネル川ランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。